はい、こんにちは。まーちゃんねるです。はい、今日はですね、2018年にまえちゃんねるで買ってよかったものランキングでございますね。毎年ね、12月の20日前後にやってるんだけど、今回やりたいなと思います。はい。で、いつもはベスト3でやってるんだけど、今回はベスト5で。はい、なんでかというと今年はね、なんかいつも以上に商品紹介してておもちゃもね、うん、今回は行ってよかったところランキングも一緒にやりたいなと思いますね。はい、はい、じゃあまずはパッパからでいいのかな。いいよ。いいですか。はい。じゃあ第5位、第5位はですね、 DJI オズモポケットですね。はい、今回もですね、北海道旅行の撮影もこれでやったんだけど、うん、あの時はですね、デモ機をお借りしておりまして、でこれ僕のやつちゃんと届きましたんで、購入したやつね、うん、今ちょうど開封だね。そう、今ちょっと開けちゃおうか。いやーもうね、オズモポケットがやっぱね、ちっちゃい上にこうジンバルがついててブレないから。でも5位なんだ、意外。5位だってまだね、使ってないから。あ、大して使ってないからさ。あ、なんかこのモサモサがマシュマロみたいな。あ、ほらこれちゃんと来ました。ちょっとあれだな、開封とかまた今度するよ。ちゃんと僕のが来たってだけでね、はい、はい、これで、デモ機の方もお返ししてありますんで。そして第4位は脳みそグミ。あれね、うん、脳みそグミってのはね、bat19.com っていう、ね、海外 の、 通販サイトから購入したんだけど、うちらはね、こう脳みそグミをガーッて食べてドミカしちゃうってやつなんだけど、あれがですね、今年の3月に公開したんだけど、なんと887万回だ。おー、あー、もうちょっとで1000万回に行くんじゃないかっていうね。すごいね。そう、もう一時期本当にものすごい再生されてたんで、うん、よかったんだけどね、うん、高評価もなんと1万5000というですね、今まで見たことのないような数字を叩き出してまして、はい、まあそういった意味で買ってよかったなと。で、第3位はですね、こちらでございます。α7-3 だね。あー、よくパパが使ってね。そう、これね、まあ写真撮影これでやってインスタグラムとか投稿してるけど、うん、旅行行った時とかこれで撮ったり、あとはお仕事の動画、うん、これで撮ったりしてますね。はい、初めてのフルサイズデジタル一眼カメラなんで、すごく気に入ってます。うん、すごい使ってね。すごい使ってる。なんだっけ、ホテルとか行ってね。そう、カメラ隠されたよね。そうそうそう、それでもおなじみのカメラでございます。うん、はい、大変気に入ってよく使っているカメラですね。うん、これが第3位です。はい、3位。はい、そして第2位は、こちら、Apple Watch シリーズ4です。これがね、もうめちゃくちゃ便利。これで、この決済できるのめちゃくちゃ楽。あと、改札通貨も。改札通貨もピッ。これがね、ほんと楽。あとタピオカとか買うときにはピッてできるね。タピオカミルクティーね、買うときもスイカで決済してるからね。これは楽ちんだなと思って、本当に大変気に入っております。うん、あとは外国でもこれで使えたらいいかなと。Apple Pay が一応入ってるんだけど、多分日本のクレジットカードだとちゃんとうまく動かないから、ね、それがちゃんといけばもうほぼパーフェクトかなと思いますね。うん、ほんと自販機でピだもんね。そうそうそう。はい、そしてパパの流行る第1位は iMac Pro ですね。今ここにはないんだけど、パパがいつも編集で使ってる iMac Pro ですね。うん、まあ本当は MacBook Pro が壊れちゃって、そうで、もう急遽 iMac Pro に変えたんだけど、もう本当素晴らしい。あのね、早い、書き出しスピードがマジでめちゃくちゃ速くて、前のやつはすごい時間かかったけど、まあすごいでもないけど、割と時間かかったのがもう今はちょっぱやで終わる。ちょっぱや、うん、本当に2から4分くらいで終わるね。そう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 、大体2から4分くらいで書き出しが終わるんで、早い、素晴らしい。うん、で、あとは今はね、 Windows 10も入れてるので、 Windows 10に起動し直して、そこで PUBG をやったりしてますね。まあ PUBG の方はね、音チャンネルでやってくるね。全体的にもう大満足が iMac Pro でございました。まあ、お値段もすごいからね。はい、ということでパパのベスト5はこんな感じでしたね。はい、ではエイシン君のベスト5いきましょうか。まずは第5位。はい、5位、じゃん、ナーフ。ナーフね、うん、ナーフシリーズね、去年もランクインしましたね。うん、うん、今年はさらに多かった、うん、ナーフで寸劇を取ったのが結構ありましたんで、うん、なんで第5位ですか。はい、ナーフライバルなんてのも買ったしね、この時ね。うん、はい、第4位は、はい、DSi。 DSi ね、はい、はい、これね、実は中古屋さんで買ったの。はい、
ジャンク品で500円だったの。すごい安かったね。500円。そう、ちょっとあの上の方が黄ばんでるだけですごい使いやすい。そうだ、液晶がちょっとだけね黄ばんでんだけど、これジャンク品で売ってて普通に動くんだけど、うん、なぜこれを買ったんでしたっけ。これをやるためです。うん、虫キングスーパーコレクション。あ、そうね、うん、そうそうそう、今年ね新興長者虫キングが終わってしまったので、うん、レシング昔に走りまして、はい、昔ね、うん、Nintendo DS で出てた虫キングスーパーコレクションってこのゲームね、うん、このゲームをやり始めたってことですね。このカードリーダーね。あ、それで有名なんだよね。ここでそう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 、ちょっと動画にはしてないんだけど、うん、買ってよかったもの入ったということですね。これが第4位かな。はい、第4位ですね。はい、第3位はこちら。おお、任天堂ラボ。任天堂ラボね、うん、任天堂ラボは新発売されて全部やったかな、うん、あー違うか、家トイコンだけやってないのか。そうだね、うん、まだ残ってるけどね家トイコンね、うんうん、もうこれほんと面白くて作ってて本当楽しかった。パキパキサクサク。そうだね、うん、作っててね2人で作ったりしてね、うん、あとあの仕組みとかも分かるからね。なんかあーね、なるほど。じゃあこれが3位ですね。じゃあ2位は。2位はフォーゼドライバー。おお、フォーゼドライバー、うん、そうなんだ、うん、時空ドライバーでもディケイドライバーでもなくフォーゼドライバー、うん、確かに最近うちはフォーゼハマってますから、うん、まあ、パパは全部見終わったんだけど、エジン君はまだ30話ぐらいだね、うん、はい、一つ一つがね、うん、このスイッチでこうやって遊べるからね。そうそうそう、フィジェットキューブみたいな感じでねすごい遊べるからね、うん、確かに面白いね、うん、これね、こうやってね、うん、レバーでガチャガチャ。じゃあ僕の第1位は、はい、自由研究シリーズカブトムシクワガタムシ。あー、これか、うん、これね、うん、プラモデルのカブトムシとクワガタムシなんだね、うん、裏までリアルになってるからね。 あと羽まで開くし。そうだね、あとこう手に乗っけた時の感触が本物に近いんだよね。そうそうそう、このチクチク感がね、うん、本物にこうやられてるみたいなチクチク感、うんうん、スケール的にちょっと本物より大きいんだけど、うん、これ確かにいい商品でしたね、はい、自分で作れるってとこも良かったじゃん、うんうん、これが僕のランキングベスト5でした。あー、なるほどね。エイシン君らしかったね最後の1位はね、うん、そんなわけでここまではね我々のトップ5をやったんだけど、うん、先ほども言いました通り言って良かったところランキング、これもですね今回発表していきたいなと思いますね、はい、これ2人で決めたから、うん、まずは第5位はタビラ昆虫自然園。これは夏休みに長崎に行った時だね、うん、あの全国昆虫館巡りの一環として長崎行ってタビラ昆虫自然園行ったんだけど、うん、あの夕方行ったんだけど、うん、素晴らしかったね。もう虫がわっさわっさわっさ、そう、木の上にカブトムシめちゃくちゃいたしね。交尾してるのもいたしね。あれはミラクルでしたね。すごいいっぱいいた、本当にちょっと気持ち悪いってなるぐらいいっぱいいた、うんうん、カナゴンもいた。じゃあ続いて第4位は、鈴鹿サーキット。はい、行ってみたかったところの一つだから、うん、本当にね感動したし、まあ、ちょっとお仕事に行かせていただいたんだけど、うん、あの操縦できるコースターのデュエル GP をね、あれもう操作してね、楽しかった。勝ててよかった、うん、で鈴鹿サーキットはそれだけじゃなくて実際のコースを走るアトラクションとか、うん、エジンコはレーシングカート乗ったりとかね、うん、本当に一泊してね楽しかった。だね、あれはもう本当行ってよかった、行けてよかったですね。じゃあ続いて第3位は、はい、ドギーズアイランド。はい、ドギーズアイランドはマーティ君が一緒に泊まれる、ワンちゃんも一緒に泊まれるっていう施設でね、ペットと泊まれる宿。ペットと泊まれるんじゃない、ワンちゃんだよ。ワンちゃんと泊まれる宿。猫は泊まれないからね、ワンちゃん限定 で、はい、でしかもドッグランがね小型犬とか小型中型犬と大型犬用に分かれててね、うん、あれすごい、ね、あと散歩コースもあってビュッフェとかレストランもワンちゃん一緒に入れる、最高に良かった。あのドッグランは犬の天国だったよね。え、すごかったね、まさに楽しかったね、はい、で続いて第2位は北海道でございます、はい、まあ、これはこの前行ってきたばっかりなんだけど、うん、北海道素晴らしかったね。うん、もう海鮮海鮮海鮮イエーイ。エシン君は初めての北海道で、まあ満喫したかな、はい、まあ札幌ちょっとだけだけどね、うん、2日目はもう一日中腹いっぱいでした。あー、ね、本当うまかった。まあ逆に腹いっぱいすぎて次行ったところで食べられなくて次行ったところで食べられないってちょっとなんか悲しい現実があったけどね。もうちょっと食べたいけどもうお腹いっぱいみたいなね、うん、感じでしたね。まあ、てか朝ごはん食べ過ぎたんだよあれは。絶対そうだ、朝ごはんをもうちょっとね
減らしとけばいいんだったんだけど、寿司をこんな風に食べる。はい、ということで行ってよかったところランキング第1位は、せーの、台湾でございますね。台湾はもう文句なしで1位だったね。はい、うん、台湾チャーハンとかシャーロッポーとかタピオカミルクティーとかうまかった。結局食べることなんか違ったそれ以外にも台湾の YouTuber のリョウさんとコラボさせてもらったり、あとは、台湾版の虫キングね、やったりとかして、もう2泊3日だったんだけど、すごい盛りだくさんだった、うん、なんだっけ、101じゃなくて101も登ったよ。101は登ったからね。そうだね、うん、よかったですね、うん、本当にあの日本から近いし、うん、日本語わかるところも結構あるしね、うん、メニューも日本語のものがあったりするんで、年末年始とか来年の夏とかね、うん、来年のゴールデンウィークとか夏とか、おすすめの場所の一つかなと思いますね、はい、今回のこのトップ5の場所全部おすすめですね。はい、はい、ということで今回ですね、えいしんくんとお父ちゃんの、買ってよかったものベスト5とですね、行ってよかったところランキングのベスト5やってみましたね。はい、はい、間もなく年の瀬ということなので、毎年恒例で今回もちょっと早めだけどやってみました、うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画この辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。